知の酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。広尾町で酪農家をしていますマドリンことカバキマドカです。トカチウーマンフロンティア。この番組は農業酪農王国トカチからキラキラしている方の活動や取り組み、そして魅力をお伝えしていきます。今日のゲストは目室町の酪農家の中島大輔さんです。大輔さんはですね、目室町出身で帯広農業高校を卒業後に整備士の資格を取りに札幌の専門学校に進まれて、で卒業後はですね、地元に帰ってきて整備士として3年働いていました。実家には23歳の時に実家の牧場に収納されました。でご実家はですね、有限会社中島牧場ということで、そこでもう牧場に入って16年7年酪農の仕事をしてるんですけれども、現在は代表として酪農の仕事をしています。大輔さんの牧場にはですね、本当ここでしか見られない農機具ですね、たくさんあったりだとか、あと牛の飼料です。牛の食べる餌はほとんどがもう自家産ということで、そういったこだわりを持つ牧場なんですよね。そういったお話も今日聞けるかなと思いますし、2020年には農場ハサップと J-GAP の認証を取得して、安心安全な農畜産物の生産に力を入れています。今日はね、そんな大輔さんの仕事からプライベートに至るまでいろんな話を聞けると思いますので、楽しみに聞いていただきたいと思います。トカチウーマンフロンティア。この番組は JA 広尾、北海道酪農のサポーター、日展配合飼料、公園のゼノアック日本全薬工業、 JA ネットワーク、トカチ、トカチごちそう共和国、以上の提供でお送りします。日展配合飼料は酪農家の笑顔と乳牛の健康のために、これからも北海道の酪農をサポートしていきます。人も動物も満たされて生きる喜びを、日展配合飼料。動物、未来、見つめる、広がる。ゼノアック日本全薬工業は動物が持っている未来の可能性を見つめ見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がっていけるようチャレンジし続けます。トカチウーマンフロンティア。トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。今日のゲストは目室町の酪農家の中島大輔さんです。今日はですね、私と同い年の酪農家としてね、いろんなお話、ちょっと面白い話も聞けるんじゃないかなと思っていますので、よろしくお願いします。お願いします。こう、牛のどういうところが可愛いとか、なんかそういったり思ったりすることあります？可愛い？あ、まだそういった感覚もちょっとあれですか、それが普通すぎてわからないみたいな感じですか？可愛いっていうよりも、可愛いけど、うわーっていう、やっぱそこはやっぱり、変な言い方すれば経済動物でありながらも、うんうんうん、ペットではないからね、うんうんうん、仕事としてというところなんですね。でもね、いや可愛いよ、子牛とかも受け入れさせないようにとか、うん、昔はね、よくその子牛の、うん、いろいろやってみたんだけど、うん、その初乳飲ました後の吸収良くなるように、うん、手に雑巾つけて、うん、擦ってみたりとか、それめっちゃいいって言いますよ。そう、うん、ね、そういうのもさ、やってみたりさ。今やんないんですか？あ、でもお母さんし舐めてくれるからね。その初乳飲ました後ハッチに入れるじゃない、うん、その後も自分でこうやってやるんだよとか飲ます前にやった方が吸収するような気がするんだけど、いやいや、や、舐めてもらった後にもより一層良くなるかなとか思いながらさ、うん、いや、そういうのも昔よくやってたなって、うん、今ね、ちょっと講師はやってもらったりしてるから、あ、担当者がいるわけね。そうそうそう、うんうん、ねえ、だから俺がやってた時はもうそれ、なんかこれやったらいいのかなとかさ、うん、でもよくなったんじゃないですか、それで。 あんまり実感としてわからないねでもやっぱ舐め、親が舐めてる舐めてないは全然さ、全然違うよね、うんうん、あれはね。だから本当に、例えば難産だったら難産なほど、お母さんと子牛の時間はちょっと長くしてあげる方がお母さんの回復もいいとか、子宮の回復良くなったりとかするとか言うし。でもね、舐めないのもたまにいるんだよ。あ、確かにね、放棄ね。そう、うん、放棄するのもいるから、うん、あ、時代かなとか思いながらならね、そうなるとやっぱなめ役みたいな牛もいるんだよね。いるいる、お世話好きね。お世話好きいるのさ、うんうん、
お世話好きの方が騒ぐ時とかあるよね。お世話好きなのになぜか種がつかないとかあるから、ね、あ、そうね。そういうやつはちょっと置いといて、そのなめ役にさす場合があるかな。うちはね、餌そんな買ってるわけじゃないか、そんなに。そっか、一頭でやってるから、一頭あたりそんなに単価ないから、うん、ちょっとね、養ってあげてさ、お前世話しろよっつって。それがもうお前の仕事だみたいなね。うん、なかなか聞かないけど。うん、自分の子じゃないの、うわーって向かってきたりするから。そっか、そのね、子牛を、まあ子牛のところに移動はね、その子させなきゃいけないから、うん、その時にもう母以上に怒るみたいな。いや、 やっぱね、こう、生き物が気持ちがあるんだなって思いますね。そうそうそう、だからさ、ね、種、若牛の牛でも種つかないのもいるから、うんうんうん、みんなそういうの肉にしちゃったりするわけじゃん、うんうん、ちょっと試しに買ってみようとかやってみたったりするわけよ、うんうん、4年とか、うんうん、だいぶお肉も硬くなっちゃうんじゃないですかと思うよ、うん、枝で700取れたりするから、ね、はあ、1トン超えるの。あ、そっか、お肉の量で700キロだから、それこそ骨とかいろいろ、そう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 、剥ぐ前だったらトン超える、どれだけ、ね、めちゃめちゃでかかったんじゃないですか。体高が180ぐらいになる。はあ、こんなにでかくなるんだ。それなんか凶暴じゃない。あ、まあでもメスだから、いやいや、凶暴だったりするな。あ、それも危ないですね。だからね、農協の職員の人にデザインしてもらってさ、うん、いやだからね、乗せる時がやっぱり、まあ、4トン車だから、あ、重たいしね、トン超えるとね、うん、もうね、こんなんだよ、ゆさゆさだよね。なんかもうバンバとかそれぐらいの大きさってことですよね。はあ、すごい。酪農家のなんとなくの、 あの基本にあまりそれにそぐおうとしてないタイプですよね。悪口じゃない、なんか悪口を優しく言ったような感じになってんだけど。いや、悪口じゃなくて、なんかその自己流、いや、なんかね、いや、せっかくさ、自営業やってる以上さ、ちょっとなんか試しにやりたいなって、うんうん、なんか面白そうだなっていうのね、どうなるんだろうな。でもそれお肉にして別に自分で食べたわけでもなく、まあね、ないよね。あ、ないんだ。やっぱりビタミン抜いてるわけでもないから、うんうん、でも黄色くもなかったっていうから、まあお乳絞ってないからね。そう、でも肉はやっぱあれなんだよね、うん、そのサイレージとかヘイレージいっぱい食べさすとやっぱ黄色くなったりするから、うん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 、脂肪がね、うん、でもそんなに黄色くなかったっつって買ってもらったりしたけど、うん、へえ、今なんか面白いことやってないんですか。今面白いこと、あ、一個やってるのは、うん、牧草地に肥料をなるべくまかないで、うん、どこまで育つかなみたいな感じ。なるべくまかないというのは全く使用しないということですか。いや、全くではないんですよ、うん、ゼロではないんですけど、まあその土壌分析とかして必要そうな成分だけはして、いろんなそのみえ、あの肥料ではないんですけど、うん、そのおでみたいなのとか、うん、いろいろ使ってみたりして、うん、そう、実験的にやってみてどれぐらい減らせるかな。今のところ 1年間でだいたい牧草に30キロぐらいしかまかないで、うん、牧草を取ってるかな。まあちょっと栄養価下がるんですわね、牧草のね、うんうん、牧草のタンパクがちょっと低くなるけども、まあそれなりかなっていうの、うん、量取れたりしたらね、それなりに、うん、うん、あとなんかや、今後やりたいこととか。いや、本当にやりたいのは、うん、そのペネリアンライグラス、うん、っていう草の名前のね、うん、あれを植えたいなっていうの、うん、それなんで。それはやっぱ糖度が高い、うん、美味しい草ってこと。そう、うん、まあ若干ね、知らない人見たらもう本当、何これ牧草じゃないんじゃないかってぐらいさ、うん、柔らかいってこと。うん、もう芝みたいな感じの草なんだ、短いってこと。なんかこう、なんて言ったら、上に伸びるんじゃなくて横に広がるような感じ、うん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 、で越冬に弱くて、うん、そうで年に4回から5回から、うん、あ、でもそれ毎年巻くわけにもいかないんですよね。いや、そう、一回うちも短パンで挑戦して、そのペネリ、うん、ペレっていう、それ他の草種には負けちゃわないんですか。いや、負けちゃうの。あ、負けちゃうんです、ね、やっぱ弱い株から死んでいくから、うん、そう。でもね、一回短パンで15丁ぐらい作って、うん、3年ぐらい取ってたの、うん、
うん、4回ぐらい、うん、おう年間4回収穫してる。4回、そう、まあ、大体普通の農家さんはね牧草地2回ぐらい、そう、年に2回、チモシの場合だったら2回かな、2回収穫するけど、うん、それを4回から5回取ってたわけ、うん、したらねとある年に雪降らないで縛れた時が、うん、春先見たらもう死んでるよね、うん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 、あこれやばいと、15丁分の餌ないったら大きいから、うんうん、慌てて起こしてチモシ植えた覚えがあるから、うん、何かいい方法があればなと思って、え、その収穫した草は結構食いが良かったりとか、牛はよく喜ばれた。食いはね、その選んでその草を探して食べるんだよね。ああ、なるほど。やっぱ全然違うんですね、味が。そう、味とあと指向性がいい、うんうん、早くちゃんと買ってやれば、うん、遅れたら指向性悪いけど、うん、いい適期に狩れば、うん、指向性がすんごく良くて、うん、本当にいい、美味しいし、そう、牛にもいいし、青狩りしてもちゃんと食べるし。はあ、そう、すごい。それはずっと乾燥にしてたんですか。そう、乾燥にしてて、うん、ヨーロッパはみんなそれが主流なんですよ。なるほど。なんで外人できんのに俺できないかなと思ってちょっと挑戦してみたら、うん、ひどい目になったけど、まあなんか最近ねちょっと 雪が少ないとかってありますからね。そう、今年は良かったんじゃないかな、うん、まだその雪降る前に寒くなりすぎるとっていうところですよね、うん、それってだってその多分その牧草に限らずね、まあ、ね、小麦だってなんだって、うん、ね、ぎれ起こしちゃうから、うんうんうん、稲川特にね。そうするとやっぱ皆さんね、他の畑作さんもみんなご苦労されてっていうところですもんね。そうか、だからなんかねちょっと面白いチャレンジしてる人いたら話聞いたりしたいけどね。うん、そうなんですね、うん、なんかでも結構そういう意味では柔軟な気持ちでいるっていうところではありますよね。うん、若干痛いのかもしれないしね。いや、そんなことはないと思うんですけど私がその農場ハサパ取った時も私は農協の方と一緒にやったんですけど、中島さんすぐ疲労に飛んできましたからね。そうですね、農協の方にどんな取り組みなんですかって話を聞きに来たんですよね。その時にもう何年ぶりかにお会いしたんですけどまあね、遅れてヒーローは登場するしねそうなんです。そんな感じでね、すごいこう情報収集するためにはそういう意味での行動力はすごいある方なんだなと思ってますよ。いや、でも情報は大切かなっていう、うん、ね、うん、そうですね。トカチウーマンフロンティア、なぜ酪農家になったっていうまでの話をこれから聞こうかなと思うんですけれども、中島さんは実家をね継いでるという形なので、はい、生まれた頃から、まあ、牛が身近にいて、はい、って感じだったと思うんですけど、小さい頃からなんかこうお父さんお母さんのお手伝いをしてとかそんな感じだったんですか。小さい頃が手伝いはちょこちょこ、うんうん、でその頃って多分今ぐらいの規模ではなかったですよね、きっと。昔は最初のほんとちっちゃい時は60頭ぐらいじゃなかったかな、搾乳してるのが。搾乳してるのが、うんうん、もう今の60だから3分の1ぐらい。そう、3分の1ぐらいだったかな。うん、うん、でまあ遊びに行くのは牛舎に行ってみたいな感じだったってことですね。そう、それでしかもね酪農家で生まれ育って、まあ将来は僕は牛屋さんになるみたいな感じだったんですか。そう、中2とか進路やるわけじゃないですか、うんうんうん、そうですね、あの進路高校とこ行くとか、うんうんうん、あの時にこういう風になりたいなっていうのをだいたい描いて、もうすでに中2で、そうそうそう、中2のぐらいに、うん、そう、そんな感じ思ったかな。え、もう俺は絶対将来お家に帰ってきてって思ってたんですか。それは絶対頭にあった。へー、けども、うん、やっぱりそういう風に最初にそのね自動車関係の仕事をしてやってる時も、うん、お前いらないって辞めてるよりも、うん、いやちょっと辞めないでくれるまでは絶対やりたいなと思ってたから、うん、まあ、必死にはやってたかな。あ、その時の仕事もね、うん、でももう将来はっていうのはだからじゃあ幼い時からずっと変わらないってことですか。そうそうそう、すごいですねそれも。なんで長男だからなのかな。いや、親に言われてたとかおじいちゃんおばあちゃんに言われてたとかあります。いや、親はどっちかというとね好きなことしなっていう感じ。光くんじゃないけどね。あ、うちの弟、うん、いや、ついでも継がなくてもいいと、うんね、いやいや継ぐとかそういうのやめてほしいっていうのは言われてるし。うん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 、うん、へえ、そうだったんですね。でまあ高校がね帯広農業高校に帯広農業行って、はい、高校時代はおそらくね同級生酪農家にいたから周りもね酪農家の
お子さん方ばかりのクラスだったってわけじゃないですか、はい、でまあそこにも結構影響受けたとかあります？やっぱ同級生の影響大きいと思いますよ。もう今やって感じですもんね。今やもう彼の同級生はもう個性豊かないろんな牧場をやってる社長さんたくさんいますからね。影響は大きかったっていう感じですね。でそういう意味では全然ずっと気持ちも変わらず、酪農に対してもネガティブなイメージもなく、うん、ずっと来たって感じなんですね、うん、私はずっと嫌だったから。そっちの方がいいのかもしれない。いや、まあどっちがいいっていうわけじゃないんですけどなんとなくその嫌だったからもう絶対ならないぞと思って家から離れたみたいなところがあったので、うん、そういう意味ではずっとね素直にこう言ってるわけじゃないですか。いやでもやっぱ外経験したっていうのもありますよね。あーそっか、高校卒業して、まあ、その専門学校行って普通に一般的に就職してサラリーマンやって、うんうん、あサラリーマンってこういうことだっていうのも分かったし、うんうんうん、雇われるっていうのもこういうのだって分かったし、うんうん、そういう意味では今ね働いてくれてる、ねうん、子たちにねなるべくあの時の思いがあんまりしたくないって言ったら、うん、おかしいけど、うんうんまあ、なるべくこう働きやすい環境にしたいし、できるだけその子たちが長く続けられるようにっていう思いでやってるっていうところですね。そうなんですね。え、なんか部活とかやってたんですか？部活はテニスやってたから。意外え、普通の硬い方ですか？柔らかい方。柔らかい方。神美星ってなんか有名なんでしたっけ？神美星と八千代が一番有名だよね。ソフトテニス？ソフトテニスは。あ、うん、あ。それで中学も高校もやってたってことですか？中学も高校もやってた。はあ。そう。楽しかった。楽しかったよ。なんか思い切り打てるんですよね。公式テニスって思い切り打ったらボーンって飛んじゃうじゃないですか。いや、そんなことないよ。え？ソフトテニスってなんかバーンって打てるみたいな勝手なイメージでしたっけ？案外ああいうのも難しいんだよね。あ、そうなんですね。あのゴムってね、湿度に左右されるから。へえ。そう。だから雨跡とか湿度の高い時、うん、ボールが浮くって言ってこうやって浮くんだよね。こうやって飛ぶってことですか？そう、うん、行っちゃうわけ。跳ね返りが激しいってことっていうよりも打った時の回転とかで変わって浮いてっちゃうんだよね、うん、へー、うん、初めて聞いたこういった話は。いやいや、テニスソフトテニス、そうなんですね。6年やってたからね。短パン履いてやってたんですね。いや、バカにしてるでしょ。短パンをバカにしてるよね。それ良くないわ。それラジオでその短パンバカにしちゃダメ。短パン愛好家いるかもしれないからダメだよ。いや、なんとなくなんかすごいびっくりしたなと思って。いやいや、だって勝ち前にも乗ってるもん。学生時代。そう、学生時代。あ、そうなんですね。結構活躍してたってことですね。トカチウーマンフロンティア。トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。エンディングです。番組のブログもありますので、ジャガのホームページからチェックしてくださいね。メッセージ応募フォームもありますので、ぜひご意見ご感想もお待ちしています。再放送は毎週火曜日の夜7時から7時半です。放送後は YouTube、 そしてポッドキャストでも聞くことができます。トカチウーマンフロンティアで検索してくださいね。この後はこの番組を支えてくださっているスポンサーさんからの大事なお知らせタイムです。最後まで聞いてくださいね。トカチウーマンフロンティア、ここまではマドリンことカバキマドカがお送りしました。どうもありがとうございました。 JA 上士幌町からのご案内です。上士幌町は北海道十勝の北部、大雪山国立公園の東側に位置する豊かな自然に恵まれた町です。 JA 上士幌町では豊かな自然環境に育まれて生産された牛乳、じゃがいも、天才、小麦、豆、野菜などの農畜産物を安全安心をモットーに皆様にお届けしています。上士幌町の農畜産物の中で今日ジャガーをお聞きの皆様にぜひおすすめしたいのが羊羹です。上士幌町の羊羹は町の特産品の一つである小豆と福代金時を生あんとして使用しています。上士幌町内のクラフトキッチンさんと共同開発したアプリコット、イチジク、
オレンジピールが入ったドライフルーツ羊羹、トカチ養蜂園の蜂蜜を使用したハニージンジャー羊羹、どちらもクラフトキッチンさんのオリジナルスパイスを使用しています。紅茶やコーヒーにも相性抜群です。他に小豆の美味しさをそのままにオホーツクの塩を使用した定番の塩羊羹、上士幌町産大豆で作ったお味噌の味噌羊羹の全4種類です。パッケージは上士幌町内のワンズプロダクツさんのデザインで、4種類を並べると上士幌町の1日の風景となっています。各種 80g の食べきりサイズ、お土産として4種類を箱詰めにしたものも用意しています。発売まで2年を要しましたが、上士幌町の美味しさを詰め込んだ羊羹ができました。上士幌町に来た際にはぜひ手に取ってみてください。羊羹は片原商店、 A コープ上士幌店、ルピナ、道の駅上士幌、上士幌情報館、十勝村で取り扱いをしています。 JA 上士幌町からのご案内でした。日展配合資料から大切な子牛に 6g のおまじない、哺乳子牛用サプリメント子牛の味方のご案内です。子牛の味方は、初乳に含まれる免疫グロブリンの吸収率を高めるオリゴ糖を原料とする子牛用サプリメント。免疫グロブリンは出生後の子牛が初乳を飲むことで吸収しますが、出生後24時間を過ぎると免疫グロブリンの吸収ができなくなってしまいます。子牛に初乳に含まれる免疫グロブリンをできるだけ早く多く吸収させることは、子牛の健康な成長のためにとても重要です。日展配合飼料の子牛の味方は、初乳中の免疫グロブリンの吸収をサポートするサプリメント。使い方は簡単です。初乳に子牛の味方を一歩を混ぜて飲ませるだけ。分娩後1回目と2回目の哺乳の時にご使用ください。免疫グロブリンの吸収を高め、感染症などからあなたの子牛を守ります。子牛の健やかな成長のために 6g のおまじない、子牛の味方は日展配合飼料から発売中です。日展配合飼料からのお知らせでした。 JA 広尾からのお知らせです。広尾町では新規就農希望者を募集しています。現在広尾町の酪農家の半数以上が新規就農者によって経営されており、道内有数の新規就農受け入れ地域となっています。将来酪農家になりたい、動物が好き、酪農に興味があるなど、まずは農業のきっかけを広尾町から始めてみませんか。大切なのは酪農をしたい、酪農経営をするという夢を諦めないことです。サンタの町広尾町があなたの夢を応援します。詳しくは JA 広尾内の広尾町担い手センター、電話番号 01558-5-2121 までお問い合わせください。広尾町は新規就農を目指す皆さんをお待ちしています。 JA 広尾からのお知らせでした。私自身もですね、広尾町で酪農していて、その仕事自体はその、まあ、冬はね寒かったりとか、あと大雨が大変とか大雪が大変とか、すごい大変なこともいっぱいあるんですけれども、それでも頑張ろうっていう風にさせてくれる牛たちと、あと一緒にこう頑張れる仲間がいるっていうのがすごく大きくって、そういう仲間がいるからこそ続けていきたいし、ここに住んでいきたいなっていう風に感じれたところでもあるので、その人の温かさが自慢の広尾町でね、ぜひたくさんの人に酪農を始めてほしいなっていう風に思っています。動物、未来、見つめる、広がる。ゼノアック日本全薬工業は、動物が持っている未来の可能性を見つめ見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がっていけるようチャレンジし続けます。日展配合飼料は、酪農家の笑顔と乳牛の健康のために、これからも北海道の酪農をサポートしていきます。人も動物も満たされて生きる喜びを。日展配合飼料、トカチウーマンフロンティア。この番組は JA 広尾、北海道酪農のサポーター、日展配合飼料、公園のゼノアック日本全薬工業、 JA ネットワークトカチ、
十勝ごちそう共和国。以上の提供でお送りしました。